私も思ってて、ほんまですか。最初ともよりこに似てるなと思って、スピちゃんに似てるなって思ってたの。いやいや、ちょっとほんまにやめてください。炎上します、炎上炎上しません。マイマイにも気を届けていてありがとうございます。ちょっと上逃しちゃったから上に行こうかな。三宮店行ってみたいで、皆さんありがとうございます。ぜひぜひとも、はい、お時間があれば、こんなご時世ですが、しっかり消毒も置いてますし、換気もしておりますので、お待ちしております。はい、つぼちゃんまた出てほしいって、多分たまに三宮店のインスタライブ出てるんじゃないかなと思うので、また皆さんフォローしてくださいね。はい、ぐーちゃんのインスタも教えてほしい。あ、今ね、全部貼ってあります。あ、前のも。うん、OK です。ぐーちゃんのインスタも、トップガンに貼ってるみたいなので、皆さん気になる方は見てくださいね。はい。上野のポップアップの店舗にも置いてますよ、さっきのデニムは。はい、じゃあちょっと下に行こうかな。マイマイデニム今日届きました、ありがとうございます。嬉しいわ。昔ももちゃんとはらちゃんが行ってた店舗は三宮かなって。うん、そうですよ、そうです、そうです。 M2753 だと太ももへ、みんな M2753 と比べると太ももや腰はどっちが細身ですか、うん、デニムかな。細身なのは M2753 の細いです、うんうん、あっちはなんかスキニー寄りのなんかちょっとゆるっとしてる感じのシルエットなので、はい、これは本当にストレートタイプです、うん、はい、あ、リカさんお誕生日ありがとうございます、スクショしました、うん、はい、それでは、2点目のご紹介に行きたいと思います。はい、はい、こちらもめちゃくちゃ可愛いわ、これ大好きこれ。はい、ではいきます、はいはい、こちらは近藤千尋さんコラボの、サイドスリットロングトップス品番が C の5580 です、うん、お色が今マイマイが着ているのがオフホワイトです。はい、はい、そして手に持っているのが、スミクロです、はいはい、そしてこちらがブルー、そしてブーちゃんが着ているのがベージュの4色展開となっております。はい、ではいきます、じゃじゃん、2990円、イエーイ。はい、こちらも、うん、6月の25日金曜日朝11時59分まで送料無料特別価格となっております。はい、それではポイントお願いします。はい、これはもう、はい、ほんまにめっちゃ可愛い、うん、欲しい、はい、って思ってたトップスで、はい、で同素材で、うん、一応後で紹介するんですけど、うん、ボトムパンツもあるので、はい、セットアップで着ていただくのもすごいおすすめだし、うん、お手持ちのパンツ、私は今カラーパンツ合わせてるし、うんうん、ぐーちゃんはニットのパンツを合わせてますが、お手持ちのパンツやったら結構ほぼほぼ何でも合わせられるんじゃないかなっていうような素材と、うん、あとシルエットです、はい、で、はい、詳しくお話をしていきますと、素材はこんな感じのちょっとリネン風のめちゃくちゃなんか涼しげな清涼感のあるお素材です。着ててもなんか、うんうん、なんとなくひんやりするし、すごいね、丈は長いんだけどすごい涼しいです。なんかこう風をはらむ感じの、はい、着心地です。で、首元はこの首とかこうデコルテのラインがすっきり見えるようなこういう秋です。で、襟がついていて、お袖はフレンチスリーブなので、この嫌なところはちゃんとしっかり隠してくれます。はい、で、素材自体はめちゃくちゃそんなに分厚くはないリネン風なので、ペラペラでももちろんないけど、なのでちょっとだけ白だとこんな感じで透けますが、それもなんかちょっと可愛いなと思ってます。で、これサイドスリットがね結構深いんですよ、うんうん、お尻にかかるくらいかなまではサイドスリットが空いてるので、はい、このレイヤードをねすごい楽しんでいただきやすいようなトップスになってます。はい、はい、こんな感じかな。はい、ありがとうございます、うん、はい、あ、ちょっと固定コメントね後で返させていただきますので、うん、少々お待ちください。はい、うん、はい、すいません、ちょっとコメントにもらっていいですか、消えちゃいました、これ固定して失礼します。固定できないですか？これ自分のアカウントに入ってるね。あ、無理なんですね。あ、私もできなくてどうしたらできるのかな。ちょっと後でやってみます。ごめんなさい。はい。はい。うん。サンダル脱ぐなら痛くならないですか？あ、毎毎履いてるサンダルですか？全然痛くならない。私毎日 B さん履いているので。確かに毎毎 B さんのイメージがあります。今日もね、このレタスで売ってる、うん、このビーチサンダルを履いてきたんですが、うんうん、なんか履きすぎて痛くないっていうのもあると思うんですけど、うんうん、割と痛くなるやつはなるけど、これは全然ならないわ、うん、ちなみに形はこんな感じで、めっちゃ可愛いですよね。そう、私が今日私物で履いてきたこれもレタスに塗ってるさっき前々の私物履いてました
ったらしい。いいよ。いいよいいよ。ごめんね逆に。こっちはね結構カジュアルな感じ。これはなんかシティで履いてても、うん、なんかちょっと綺麗めになる感じかな。なので買おうかな。ちょっと履いてみたら可愛かった、うん。はい、ありがとうございます。はい、肩幅が広いから目立っちゃうかなと言っていただいてます。私ね結構肩幅広いんですよ。そう。これナチュラルさんって肩幅広いらしくて、うん、私も肩幅広い。そう、私もね肩幅が広いんですよ、はい、なんか画面だとあんま伝わってないかもしれないんですけど、うんうん、あのノースリーブとか着ても、うんうん、結構肩がこうやって余るから、うんうん、この幅は広い方だと思うから、うんうん、逆にこう参考にしていただければなと思うんですけど、はい、あんまり気にならないし張っては見えないです。はい、うん、ありがとうございます。で、低身長動画ありますかといただいてたので先にちょっとお見せしておきますね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、すいません。こちらが152センチのスタッフの着用動画です。はい、丈感はねすることもないです。本当に足首よりもっと上なので大丈夫そうです。そして168センチのスタッフの着用動画も見せしておきます。はい、はい、はい、こちらになります。うん、ちょっとスリットが入ってるのでワンピースとして1枚では着ることはできないんですけど、こんな感じです。168センチのスタッフです。はい、はい、以上です。はい、うん、あ、肩幅隠れてて気にならなそうですね。ね、肩幅隠れてて気にならないと思いますよ、うん、多分ね、めっちゃ華奢なノースリーブで、うんうん、すごいこういうタイプだったらこう見てわかります。肩幅目立つけど、うんうん、ふわっと隠してくれる方が多分目立たないと思う、うんうん、はい、はい、あ、配信してるアカウントで固定と押さないと固定はできないかも。あ、ちょっとアップでやってみます。ゆめみさん、ありがとうございます。はい、あ、前職でお知らせいただいてるので前々違うカラー着てきてもらおうかなと思います。ちょっと合わせてみようかな、セーターと。あ、めっちゃいいですね。次紹介する、うんうん、同素材のパンツと一緒にめっちゃいいと思います。ありがとうございます、うん、ぐーちゃんが履いてるパンツって何ですか。これもね、この前最近の新作なんですけど、うん、ちょっと品番なんだろうかな。スカシアミニットパンツとかで調べたら出てきそう。出てきそうなんですけど、ちょっと品番分かりかねます、うん、申し訳ないです。めっちゃ可愛くないですかこれ。ちょっと調べてみてください。お手数ですか、はい、めっちゃ可愛いんですよ。そう、サマーニットっぽいからね。そうで、裏地もね、ついてるので下着透けないです。はい、はい、めっちゃいい感じです。うん、あ、スカート合わせしてほしいですいただいてるので、私じゃあ次着替えてくるときスカート合わせしてこようかなと思います。はい、あ、金盤ね、ちょっと待ってくださいね。スクエアの右さん、ちょっと後で調べてみます。少々お待ちください。私が着替えてる時にちょっと調べてきます。ちゃちゃっと。はい。うん。ベルトマークしたら変かなといただいてるんですけど、ベルトマークしても全然変じゃないと思いますよ。ちょっと一回やってみます。はい。低身長さんで、丈感とかが気になられる方は、ベルトしてもらってもいいと思います。それからアクセントとしてもね、ベルト可愛いと思いますよ。着やすいと思います。あ、可愛い。あ、めっちゃ色はいいですね。ね、うん、ベルトするとこんな感じ。あ、めっちゃいいです。スタイルアップして見えます。めっちゃいいです。はい、こんな感じです。はい、でも可愛いし、ちょっとブラウジングしなくてもストンと落としても綺麗に着ていただけそうな気はします。うん、はい、うん、すみません。じゃあ私も着替えてきますね。はい、じゃーん、ブラックに次ご紹介する同素材のセットアップでも着るパンツ合わせました、うんうん、で同じ色のレイヤードももちろんセットアップで可愛いんですけど、同じ素材だからこういうなんか違う色味をレイヤードしてもすごく素敵です。こんな感じで、はい、つぼちゃんどこ行ったので、つぼちゃんはねデニムの紹介だけの担当だったので、もうちょっとさなみえ手に変えちゃいました。はい、そうなんです。どこまで見たのかな。グーちゃんインナー見えてますが、襟結構深いのかな。ここの下がりは割と深め。普通に肩線で合わせると、私も下に今キャミを着てるんですが、キャミがちょっと見えるくらいだから、ちょっとここは空きは深いから、逆にこう襟抜いて着てみたりとかでもいいし、逆にわざとねこうキャミをこうやってとかベアを中に着て見せちゃうっていうのもありかなと思いますよ。2人は同じ身長なんやって。そうなんです。でも私の方はね骨格がしっかりしてて、ぐーちゃんは逆にキャシャだから、同じ身長でも見え方が違く見えると思いますよ。
がおかしくなってありがとうございます。誕生日です、リオちゃんでお願いします。はい、クシしとこうかな。お願いします。はい、ベージュに合わないからノーマークだったけど、グーちゃん着てるの見たらベージュもいいなって、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。代わりに私がお礼を今日マイマイのヒーバーありますかって、マイマイヒーバーはもうさっきご紹介しちゃったんですけど、リアル店舗とコラボでお作りしたこのパンツがマイマイヒーバーでございます。はい、はい、何色欲しいかなって、これはね、私はね最初に着てたこの白が好きです。これじゃーんです。はい、マイマイ肩幅何センチですか。ちょっと肩幅をね測ったことがないのでわかんないんですが、割と広いですよ本当に。グーちゃんも肩幅私も広いです。はい、そうけどね、グーちゃんはね骨格がシュッとしてるから私の方がちょっとごつい感じがする。はい、パンツは低身長だと長いですかって、次じゃあちょっとパンツのご紹介に行くと思うんですが、一応ねしっかり上で履くと私の身長でくるぶしにかかるくらいかな、なのでちょっとズルズルっと履きたい方とかは履けると思う。はい、うん、です。わかりやすい説明最高です、ありがとうございます。りょうた、たくと誕生日です、お願いします。くーちゃん流れたよって、ごめんなさい、もうこれが応援できないちょっと今ちょっと焦ってるんで違う人に頼んでみます、ごめんなさいどのこと、ごめんなさい、不器用でかわいい。アームホールどのくらい空いてますか。アームホールはね割とあのフリンチスリーブなので広いですよ、このくらい、このくらいなのでインナーも着ていただかないと、はい、見えちゃいますが、このくらいなのでね結構涼しいです。私アームホール広いお洋服が大好きなのでこれはすごくいい感じ、脇が涼しいから。はい、ね、つぼちゃんはねもうちょっと最初出てるくてもう帰っちゃいましたので、気になる方はアーカイブをぜひご覧ください。はい、はい、します。天然グー可愛すぎるなってお客さんが言ってくれて、そんなことないです、もう本当に申し訳ないはい、いけるかな。トップスのコメントはどうかしら、大丈夫ですかね、答えれたかな。あ、腕太く見えますか。腕は太くは見えないと思います、うん、なぜかというと今ちょっと白背景で黒だから分かりやすいけど、うん、あのここゆとりあるの分かりますか。5センチぐらい、4、5センチ、ここにね私が着てると分かると思うんですが、ここに5センチくらいのゆとりが勝手にこう出るようになっているので、これが細見えします。これがねこういう感じだったら多分太く見えるんですよ、分かりますか。余白がないと結構しっかり出るから、うん、その分腕は細く見えます。はい、はい、4341のオフホワイトのシアシャツどうしても欲しいんですが再販しませんかって、あれはもうね再販予定がなくって申し訳ないです。はい、はい、こんな感じスカート履いてきました。中にはい、はい、ちょっとティアドのスカートなんですけど可愛いです、はい、はい、はい、こんな感じでトップス大丈夫そうですかね、うん、私もこの顔写りもこんな感じです。はい、はい、はい、なのでマイマイ着替えてきてもらおうかな。あ、今履いてはいますよね。そう、大人が見えやすい。うん、骨格ストレートさんどうだろうといただいてるんですけど、骨格ストレートさんも全然着ていただけると思います。なんならここがね V ですごい空いてるから、お顔周りもすっきりと見えると思いますし、あ、エビが立っていたはい、あとウエストベルトさっき私してみたんですけどすごいしやすかったので、そこでスタイルアップもしていただけるんじゃないかなと思うので全然大丈夫だと思います。うん、